はい、今回はですね、康二さんの動画を見た感想を私が動画にしたのに対してコメントがついてますんで、そちらの方読んでいこうと思います。皆さんありがとうございます。ねこねこさん。これね、康二さんが、県の方にね、給付金出してくれませんかっていうふうに電話をしてるところなんですけども、菅さんも考えてないって言っていたので、もうダメだと思います。そうですね。ダメかもしれませんけども、まだね、頑張る人は頑張るということでございます。次です。桜さん、康二さん素晴らしいです。神奈川の倉岩さん、あまり信用できないですね。と今、自民党の支持率が絶賛下降中で、うざいと言われるぐらいの抗議のメールを送り続けましょう。今の自民党のやっていることは、戦後最悪の悪政内閣。絶対に、菅、麻生、二階を許すな。そうですね。イーンマックさん。康二さん、ありがたい行動に感動しました。もちろん、久保さんにも感謝。康二さん、すごいでしょはい、康二最高って書いてます。新助さん、ありがとうございます。ちんたおさん、神奈川県の倉岩知事は絶対無理です。まあ、ね、それでも切り崩していきたいですよね。菊池さん、康二さん、ありがとうございました。国は国民を見捨てたので、私も毎日官邸に抗議のメールをしています。一緒に頑張っていきましょう。励まし合っていきましょう。純子さん、1週間前に、市議会事務所と総務課が市民に対して1人1万円の商品券を渡してくださいと言ってましたので、私は全員に給付券、現金で5万円くださいと命令しました。純子さんも素晴らしい。カズさん、久保さんの言う通りです。今の政府にお願いする気もしません。こんな政府なくしてほしい。無政府状態になっちゃいますね。吉見さん、久保さん、特待生の康二さんの熟成された眼力に脱帽です。私も胸を突き上げるものがあります。本当そうですよね。決して一言とは思っていない国民一人一人の問題だと思ってます。久保さんも康二さんも素晴らしいです。吉見さん、応援ありがとうございます。ちょいまんさん。康二さんも素晴らしいお方ですね。と人は見かけによらないというのは本当でした。康二さんみたいなお方が国を動かす原動力になっていると思います。頑張ってケロー。ケロケロケロ。あやのんさん。久保さんお疲れ様です。先ほど国会中継見てたんですけども、菅総理質問者に対してちんぷんかんぷんの回答をしていて腹が立つ。いつもはですよね、あれね。中継でした。麻生財務大臣が回答に出てきて何を喋っているのかわからず呆れました。なんかチンタラチンタラやってるんですよ。通じさん、原稿を読んでるだけだからな、と。自分の思考や考えはない。そういうことなんですよ。ねなんかね、コメント読んでますからね、ちゃんとね。あやのんさんもね、ありがとうございます。こうやって開いて、読ませていただいて、あやのんさんありがとうございます。通じさんもありがとうございます。だっぺさん、埼玉県知事使えなさそう。埼玉の方いますか？いると思いますよ。あ、まちこさんどうもどうもありがとうございます。動画ありがとうございます。すごいこと。すごいでしょ？康二さんね。康二さん。康二さん本人だ。ありがとうございます。はい。桜さん、定額給付はないと思いますと書いてますよね。うん。ないと思うからこそやっていくんですよ、私たちは。ないからこそやると。ダメと分かっていてもやる。山本太郎さんお願いします。久保塾長さんが総理大臣になってほしいですね、と。大変ですよ、もう。桜さん2回は嘘よりも質悪いと思います。立ちが悪いか。康二さん、私はどうすればいいですか？仙台は復興に力を入れてると聞きました。桜さん、一度勇気を出して、県庁に電話してみてください。私は職科塾生の塾生ですので、久保塾長さんが県庁へ足を運ぶとおっしゃっておられました。しかし私は塾長さんのような肩書きがありません。だから県庁に電話をかけて、地方債の発行で助けてくださいとお願いしておりますと。素晴らしいじゃないですか。すごいね。桜さん、電話しました。あ、すごい。そういうことは検討してませんと言われるでしょ。だから、検討してくださいと言えばいいと思います。ただね、やっぱりね、県の職員さんっていうかね、県知事さんって、国が守らないんだったら、じゃあ、県民は私が守るみたいな、そんな生きがいで働いてくれないんですかね。県民のために、仕事をするっていう意思で、県知事になられたはずなんですけどもね、どうなんでしょうかね、県知事さん。湯崎さん、広島の、どうですか？英断をお願いします。それでは、今回以上です。